こんにちは、とです、えーと。だいぶご無沙汰なビデオになってしまってごめんなさい。えっ、ー、とですね、先日、先日って言っても結構前なんですけども、3月1日に、えー、とルミノックス,どス <coughs>、どんなサービスがあったら買ってもらえますかっていう、どんなサービスがあったら買ってもらえますかっていうことをちょっとビデオとかブログでお聞きしました。で、その結果、こういろんなご意見いただいて、えー 例えば電池交換が無料だったらいいなとか、えー、ベルトが、えー、ラバーベルトがルミノックス多いのでラバーベルトはそのうち切れるから、えー、ラバーベルトの無料交換があったらいいなとかまあそんないろんな意見があってで僕がその例えば電池交換だとか、えー、ベルト交換だとかあと例えばラバーベルトじゃなくてカーボンブレスだったらどうですかとかまあいろんなことを聞,聞いたんですね。そうしましまたらやっぱり、まあ 電池交換とかもそうだったんですけども、えっ、ー、と、ベルト交換を無料が一番嬉しいという感じで数が多かったので、で、けどラバーベルトだと、やっぱり、えっ、ー、と、切れちゃうじゃないですか。だから、えっ、ー、と、今回、明日からの、えー、ルミノックスのセール、僕が考えたのは、えっ、ー、と、3501というスタンダードモデルはラバーベルト仕様なんですね。それを、 カーボンブレス仕様にアップグレードして、もう結構、カーボンブレス単体で買うと2万円近くするんですよ。1万8000消費税だから、まあ、本当に2万円ぐらいするんですけども、えっ、ー、と、それをアップグレードして、けど、えっ、ー、と、ラバーベルト仕様の末置き価格でどうかなと思って、明日、それで、えー、特別制度をやろうと思っています。えっ、ー、と、ご期待ください。よろしくお願いします。